ちゃん。こんにちは。豊さん、はい、もうね、キャンプからオープン戦へと移っていきましたけれども、まあそうだね、はい、まあ、キャンプ振り返ってというところで2月駆け足になりますが、はい、豊さんが見てきた中でこのキャンプで非常に成長著しかった選手をちょっと何名か、これね、はい、ちょっと申し訳ないけど、うん、8球団しか、まあ、ほぼ回ってないんだよね、うん、はい、他の球団って回れなかったらもう時間がないヘトヘトだよお前もういっぱいいっぱいだって12球団回るってのは12日間かかるでしょ。そうです、うん、そりゃ大変だからで場所8球団8球団の中で、うんうん、やっぱ実際見ないとさ、はい、愛なことは言えないから、うん、そうですよね、うん、で行ったのは沖縄のみと。そうだね。で前半後半に分けて、はいはいはい、で8球団、はい、じゃあこの8球団から1名ずつという感じになるんですか。まあ1名ずつというよりも、うん、もう上げたい選手なんかいくらでもいるよね。じゃあもうランダムにいいですよ。ランダムね、はい、まずはまずどっから行くかな。まず最初中日から見たんでしたっけ一番最初。ああそうそうそう、はい、中日はやっぱ三好が良くなってるよ、うん、いいですね三好がねやっぱこう軸がしっかりして、うん、なんか近本のイメージをしてるらしいんだけども、うんうん、ハマってるなあ。あのタイムリーも打ってますし、タイムリーも打ってるし、津波監督もこのままだとスタメン外したくないみたいなこともおっしゃってましたしなあ、はい、だから非常に良くなった、うん、だからイメージを変えるだけですごく良くなってきてるよね、うん、だからこのままレフトっていうね、うん、こともあり得るかなっていうような、うん、そんな感じもするし、はい、だから非常にいいな、乗っていってほしいなと思うよね。そのままの調子でいってほしい。もう自分を疑わないでどん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 いってほしいなと思うよね、うんうん。他中日いました。まあロドリゲスは挙げてましたよね。いやもうそれはねこれいいよあの何がいいかっていうのはさ、可能性が良くて、うん、守備はもうそのまま使えるかなっていうような感じがするんだけども、バッティングだよね、うん、でもバッティングっていうのは俺は使えば1打席1打席、うん、これが身になっていくかなっていう経験として、うん、だからそのぐらいこう急成長するんじゃないかなっていう、うん、そんなイメージがある。これもしかするとこのままじゃロドリゲス選手がいい形でいけば二遊間がカリステ・ロドリゲスみたいなこともあるんですかね、はい、まあ三遊間がね。あ、三遊間、はいはい、うん、まあ可能性はあるよね。あ、あるのか、はいはい、うん、可能性はある。楽しみなロドリゲス、まあ楽しみだよね、はい、まあカリステはもうレギュラーで出ていくと思うし、うん、そうですね、だからそういった意味ではね面白い存在になるよね、うん、はい、他はあとはね DeNA の勝俣、はい、はい、良かったです。いやあのねバッティングのセンスがいいわ。うん、王って納得させられるというかさ、はい、そういったものを感じるな。どんなタイプの？バットコントロールがうまい。ああ、うん、だからこんなボール打つのみたいな、うん、そういう瞬間も見せてくれるし、うん、だからうまく打てる本当に非凡な、はい、センスの持ち主かなっていう。うん、感じはしたけどね。なんとかどうでしょう、食い込んでいくことっていうのは。ああなあ、うん、そうなってくると本当に競争は激しくなるし、うん、面白いと思うけどね、うんうんうん、だから競争させてもう勝負になるような感じの選手だよ。へえ、はい、うん、面白いと思う将来的に。勝俣選手、あ、うん、かっちゃん、かっちゃんかっちゃんって呼ばれてるかどうか知らないけど、はい、はい、あと松尾、あ、松尾選手、これはね、はい、キャッチャーとしてはまだまだなんだけど、うん、バッティングは使いたいな。やっぱりそうなんですね。いやいいよこれどうしたらいいんでしょうか。いやだから俺は、うん、あえてコンバートしないで、うん、キャッチャーでポジションを取る、うん、中途半端にしない、はい、ね、だから、あ、このバッティングを使いたい、もう使わなきゃいけないっていう風になってきたらキャッチャーでポジションを与えるべきだよ、うん、あ、じゃあコンバートさせない方がいいんですね。俺はコンバートしたらもうそのままでキャッチャーに帰ってこないと思うんだよいやそのぐらいやっぱバッティングがいいんだよ。そうか、でも打てるキャッチャーを持ってるところは絶対強くなるから、はい、だから我慢しろって、で松尾を楽させるなって、うん、守備の面で、うん、で俺は思うよ。でもね、うん、他で使いたいぐらいのバッティングしてんだよね。どうすればいいの。いやだからよDH なしな。いやだからキャッチャーとして頑張らせるというね、はい、まあ、山本選手いたり伊藤光選手もいますし、で山本もバッティングいいから。そうですよ、ね、でもそれより上行くからさ。あとはじゃあそのキャッチャーとしては何が足りないんですか。あ、やっぱりこう、まあ、リード面っていうのはなんとかなると思うんだよ、うん、これは頭の部分だからね、うん、だからやっぱこうキャッチングだとかスローイングだとか、うん、
まあ、そういう細かいことになってくるよね。フレーミングだとか、はい、まあ、そういうふうにはなってくるけどもね、まあ、これもやっぱ彼のセンスだったら早いかなって思うんだけどもね。だからずっと見てないから分かんないけど、キャッチャーとしての適性がどうなのかっていうことはあるけどね、うんうん、はい、ただやっぱりバッティングが非凡なもの、そんなに非凡なの、いいよ、なんかどっかの屋台のおっちゃんみたいな、屋台のおっさんになるよね、まあ、いや、あれだって楽しみだもん、まあ、そうですよね、楽しみだ、キャンプで発掘、まあ、今こう話をこうね、うん、この動画はもう楽しみな選手だから、そうですよね、はい、次どこのチーム行きますか、阪神行きますか、阪神な、はい、いやもうちょっとね、うん、あのね、これから言っとくよ、プロ野球ファンの皆さん、はい、ね、前川と広島の田村の争いって結構出てくると思うよ、うん、あ、例えばタイトル争いとかですか、もうこれはね、武蔵と小次郎みたいな、そんなですか、いや俺はそんな感じがするよ、何のタイトルを二人で争いそうなんですか、まあ、首位打者とか、そうか、この二人はねちょっと違う、ちょっとじゃあ前川選手からいきましょうか、前川はね、うん、俺びっくりしたのが打てなくてもチームに貢献できる人間だなっていうのを思った、え、それはこれはランナー一塁です、ランナースタートしたんだよ、うん、で中日戦だったんだけどショートがパッと動いた、うん、そこにバーンと打ちに行ったんだよ、それ取られてアウトにはなったけど、はい、あれがね21歳でできるってないよ、あ、そうなんだ、ね、すごい非常にクリバーなんて、いやいや、それを分かって考えながら多分ね見て打ってると思うんだよ、あの打ち方って、うんうんうん、とっさに、はい、だそれができるっていうのはチームには必ず貢献してくれるだろうなっていうのが分かった、それ多分岡田監督も同じことを思ってるんでしょうね、多分 見ながら、うん、だからその日はフォアボールと、うん、あと凡打だったんだけど、いやその一つのフォアボールが先制点につながったりだとかさ、はい、あーチームに貢献できる人だなっていうには思ったけどね、うん、本当に今年のキャンプで著しいですよね、やっぱ成長が前川選手、もともとね、うん、いいって言われてたけど、うん、成長してるな、そうですね、うん、でカープの田村選手、あーこれもまたねいいでもずっと去年から言ってましたもんね、いや去年から言ってるんだよ、そうなんですよね、話をしてくれた、あ、田村選手がですか、あの YouTube 見てます、うわー、ありがとうございます、いつもありがとうございます、本当ですか、もうラブやっとかないとダメですよね、まあ、さん本当だよね、うん、これいい、これでいいんです、まあだけどやっぱ彼はやっぱいい目つきもしてるし、やっぱ振る力があるし、タイミングが狂った時だよね、体の使い方、肘の使い方、膝の使い方、これがスッとこう入ってくるというか、ボールに、うん、まあ、何言ってるか分かんないと思うけどもいやだけどやっぱとっさの体のその反応というか、それがやっぱいいな、それはもう持って生まれたものなんですか、ね、うん、だからミスをミスとしないというか、うん、まあそういうことができる選手だな、うん、俺が見た時にはちょっと力み倒して打てなかったんだけどもだけどやっぱフリーバッティングだとか見せてもらうと、いやいいな、去年の豊さんがいいなと思っていた田村選手から今年キャンプ力強くなってる、力強さが増してきてるってこと、うん、いや今の選手は体しっかりしてんな何食ってんだみたいないいものね、俺なんか戦時中だったのかみたいな違う、そんな感じなんだよ、だけど本当にいい体トレーニングしてね、うんうん、やってるからもうほれぼれするような体してるよ、もう作り上げてきてるんですもんね、そう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 、じゃあ阪神カープそれぞれで他に選手ってどうですか、いややっぱりね、まあルーキーだけども、うん、まあ佐々木だとか、はい、伊豆口、俺はいいね、うんうん、で伊豆口、はい、巨人、あ、これはまあ改めて見たけども、うん、いいよ、使える選手になってくるし、内野どこでもなんですか、まあどこでもっていうか本来はショートなんだろうけども、うん、でも門脇が本当にちょっとダメだったら、うん、伊豆口っていうのがもういるよっていうぐらいなんかセンスがいいな、あと例えば吉川直樹選手が全試合無理っていう時にでも例えばセカンドに、まあそうだな、その準備をさしとく方がいいかもね、ああ、うん、いやいいよ、あの今年一軍で見られるっていうのは十分ありそうですね、一軍にはいると思うよ、あ、もういますか、うん、ただ阿部監督の考えとすると、うん、いや試合に出しとかなきゃいけないってなると、はい、まあそのファームで試合を経験させる可能性もあるけども、うん、はい、俺は一軍にいると思うな、ああ
そうなんですね。もう、まあ、1軍のクラスの選手ってことですよね。もうあと内山、はい、ヤクルトの、はい、これはセンスいいなやっぱりそうなんですね。サード受けててこれ一番うまいんじゃないかと思うよ。ヤクルトの中でキャッチャーですよね。いやキャッチャーだけど、はい、フットワークはいいしスローイングはいいし、はい、外野去年やって大ファインプレーして、うん、外野もうまいなと思ったら内野の方がうまいよすごいよ。いやいや本当にマルチプレイヤーだ。いやマルチプレイヤーサードもやってたんですね、うん、まあこれはもともとショートをやってたからね、甲子園 で、ね、ショートを守ったりとかもしてるから、はい、まあ心得はあると思うんだけど、やっぱサードのノック受けてたけどうまいな。そうなんですね、はい、じゃあどこでも使える、はい、バッティングもいいし、まあ、そうだね。うん、でも、でも全体見渡してこれは全然変わったなと、はい、今年ものすごい期待できるなと、うん、まあタイトルの3つのポジション、はい、まあ首位打者は無理だな。はい、首位打者は無理、無理、うん、ホームランも球場的には無理かもわからないけど、でも可能性はある。今ので分かりました。誰だ、サトテル選手ですね。そう、はー、これはね、まずね、かっこよくなったよ。もう雰囲気ですか。雰囲気が、うんうん、だからまあやってきたことに対しての自分の自信とその意志の強さ、うん、そういうものをすごく感じるから、うん、なんか全然ブレてないというか迷いがないというかさ、うん、そういうことをすごく感じたし、うん、やっぱり練習のやり方でも自分独自で見つけてきて、うん、でそれを徹底的にやってる、うん、で試合に入った時にステップした瞬間投げてくるボールがあるでしょ、はい、あこれいったと思う。えもう構えてですか。いや構えてその場で、までそしたらバカー言ったよ、うん、いやーやっぱ変わったと思った。へえ、何をしてどう変わったんですか、ね、いやだからまあオフからねドラブラインっていうところに行って、うんうん、まあいろんなスイングの数値を出してもらったりとかして、その数値っていうのは絶対嘘はないじゃない、はい、だからそういうのでこう見てみて自分のスイングがどういうふうにあるべきかっていうことを導き出して、全部が全部じゃないけどもいいとこ取りで取り入れてると、はい、そのためにどういった練習をするかっていうことも考えて、それをこう毎日毎日やってるというね、うん、まあ、そういうことだけなんだけどもさ、ただその意識が自分で考えて自分で作り上げるということに変わってきてるから、その意志の強さというかそういうものを感じたよね。だからね、打席でも変にボールを振らなくなったよ。去年とかそうですね、一昨年もそうですよね。だからもう打てるボールをこう狙いすまして打ってる、ピッチャーからしたら脅威になってきてるよ。今年特にそうなりますね。だってこれ投げとけば振ってくれるっていうのが振らなくなったから、うん、まあ、まだオープン戦だけだけどもね、はい、でも彼の姿とかそういうものっていうのは全然変わった、かっこよくなった。だから岡田監督がね、去年までは本当に振っちゃうと言ってたのが、うん、それがやっぱりこのキャンプ、まあ、オフからだと思うんですけども、はいはい、それがこう変わってこう仕留めてっていう風になってきた。いやそうだな、変わったな、うん、だから俺はどのぐらいの数字を残すのか、うん、まあ楽しみだけどね。そうですね、うん、絶対間違ったことはやってないと思うし、はい、期待しかないね佐藤輝選手には、うん、これね佐藤輝明選手、岡田監督は非常に成長したっていうふうにも話していたので、その動画は動画でまた別でちょっと撮りましょう。豊さん、あ、撮んの、はい、佐藤輝選手は分かりました、分かりました。まあね、ちょっと駆け足になって、まあそうだね、はい、このキャンプ中、はい、成長した選手は、まあ、いろんな人がね成長はしてると思うけども、はい、すごく目について、あ、戦力になるなっていう選手をこうピックアップしてるけどもね、はい、はい、うん、まあ、そういった選手たちがねここからオープン戦、そして開幕に向けて残れるのか、うん、まあ、そうだな、勝ち取れるのかっていうのも注目していきたいです。はい、はい、